さあマリーンズとしては何としてもこの回一気に勝ち越しまで行きたい。まあね、勝ち越しだと思ってたんですよね、はい、珍しいですよね。しかし依然得点圏にはランナーが残っています。レフトは前進守備を取っていた。その上を打球が越えていく。ランナーは2人帰ってくる。そして打った清田は三塁へ滑り込んだ。ガッツポーズ。マリーンズ勝ち越し6対4。一度止まりかけた流れを再び引き寄せた清田。大沢さん、はい、一塁がベンチなんですけども、まあ、ベンチをこう、今日は試合に出てない大松選手とか、はい、控えの選手がですね、うん、まあ、ずっと金網越しに今の打席を見ていて、まあ、抜けた瞬間にお祭り騒ぎですね。そうでしょうね、はい、いや、その興奮の雰囲気というのが目に浮かびます。そしてこのガッツポーズは清田。